どうも、あやし120%の男、ブスジマです。デザイア、ハイト君のラスン実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、またまた連撮りでございます。はい、今回ね、ここね、どこかというとですね、研究所でございます。中に入った瞬間、というね、これがね、別のゲームだったら、例えばさ、なんだろう、デッドオブザブレインとかね、ああいうような、あの手のやつだったら、きっとよからぬことがあるんだろうっていう感じなんですけど、今回デザイン背徳のラスってどんなことになっているんだかちょっとわかりませんけど、まあとりあえずですね、中に入っていってみたいと思います。 ID カードを受け取りに来ただけですからね、私ね。とりあえず行きましょう。クリスさんの声だ。一体どうしたんだ。いいわお願いよ、もっとついて。やだ、予感しかしねえな。始まって開始早々1分も経ってないぞ、正直。あの声だったか。いやいや、ここは研究所受付だぞ。なんであの時の声が聞こえてくるんだ。本当だよ。あ、もっと書きまして。おい、何やってんだ。抜き足差し足と。はい、ということでね、ブス島マークだらけでございますんでね、何をやってるんだか分かんないですけど、結構これはちょっととりあえずね、 BGM がかっこいいからね、ちょっと話しておりますが、いや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 、ブス島実況始まって以来ですね、こんなの。ああ、でもあれがあったか。同級生2の温泉があったな。まあまあまあいいや。びっくりですわ、こりゃ。クリスさん、なんで大胆な。あう、帰る。いいわ。もっとついて、何をやってるかご想像にお任せしますけど、まあ、ブス島マークでよくわかんないと思いますけどね。うん。帰る、あの野郎、よりによって。ふぅ。ほんとにふぅだよ、もう。まあ、いたな、まさか、あそこであんな大胆な、しかし、来いって言っておいて、来た、来たで、あれだもんな。やられたよ、クリスさんには。しかし、相手が例のマウンテンゴリラと来ちゃねえ。レイコさんの言ってたことが、今になって理解できるぜ。てん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 。ID カードどうしようかな。あれがないと意外に不便そうだし。とりあえず、ほとぼりが冷めたら、また来てみよう。まったくもう、これ、どうしたらいいんだ。まあ、とりあえず、じゃあ、ちょっといろいろ、うろうろしてみっか。ブス島実況始まって以来ですね、こんなの。ああ、でもあれがあったか。同級生2の温泉があったな。まあまあまあ、いいや。びっくりですわ、こりゃ。デザイア、背徳の螺旋。はい、ということで、ね、あんなことがありまして、とりあえず、自分の部屋戻ってきましたというところですね。はい、どうぞということで、これ、まことちゃんがいますからね。まあまあ、行きましょう。なぜ自分の部屋に入るノックする必要があるのか。しかし、なぜか緊張する。かわいい。うわ、怒ってる顔もセクシー。顔、こういうムスッとした女好きなんだよな。あ、ある。よ、おまた。なんて顔してるんだよ、誠は。だって。ティーナ、いい子に待ってたよ。どうかいい子よ。おばちゃんには教えてあげないもん。ま肩幅広いね、誠ね。おいおい。あー、でもいいね。誠かわいいな。なんだ、先は思いやられる展開だな。いや、ちょっと、まこと聞いてくれよ。さっきさ、研究所に ID カード取り行ったんだよ。そしたらクリスが、とんでもねえことやってたよ。うん、まあいいや、話すか。まことはな、遅かったじゃない。ID カード発行してもらえたの。いや、それがさ、あいつらさ、営んでやがってさ、もらえなかったんだよ。え、カード？ああ、カードね。どうしたの？焦って。いや、別に俺は何も見てないぞ。はてな、そりゃなるわ。はは、何を言ってるんだろうな、俺は。何かあったの？いや、何も、ちょっとまぐわってただけですね、あいつらね。うん。研究所に行ったら誰もいなくてさ。そりゃおかしいわね。私が出た時にはクリスさんは、まだいたわ。SO、おかしいなぁ。これは行き違いってやつだね。じゃあ、研究所に電話して。あ、それはまずいって。あ、いや、その邪魔しちゃ悪いかなって。いや、じゃなくて別に、今絶対必要ってわけじゃないし。それはそうだけど、じゃあ明日の朝私がクリスさんに言っとくわ。そう。じゃあ頼むよ。カードは明日私がクリスさんにもらっておくわ。じゃあ頼むよ。あれ、さっきからおばちゃんとばかりは喋ってる。そういうこと言うなよ、まったく。どうだよ、王女様、調子のほどは。うん、すこぶる良好。すこぶるか。うん、まあそれはいいことだな。ティーナね、あるのことお利口さんにして待ってたんだよ。いや、可愛らしいね、やっぱね、こう見るとね。嘘つきはお利口さんとは言いません。おばちゃん、やきもちやめてよ。おばちゃんをやきもちか。もある。かわいいな。やきもちはやめてほしいよね。ねえ。あるまで一緒に何よ。
子供を怪してるだけだぜ。何そんなプンプンしてるんだよ。いわゆる膨れっ面というやつな。まあいつの場合最近太り気味というのもあるんだろう。そういうことを言うとね、怒るぞまた。何よ、もうだってティーナが。ティーナがどうしたんだ。とってもお利口さ。はは、一本取られてしまったな。一本、もう。まこと、かわいいぞ。相変わらずブクブク膨れてるな。ある。わい、ブク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 。ジロ。ある、あのおばちゃん怖い。もう。かわいいぞ。見た目が変わったと思ったら、俺の T シャツを着たのか。うん、あるの匂いがするから。は、犬みたいだな。ある、うん、スリスリ。かわいいぞ。うん、子供いじじめてきたぞ。軽い疲労も何のその元気いっぱいという感じだな。うん、ティーナは元気だよと。まあ話そう。でも全くこのこと聞いたら。そうだよ、さっきから何プリプリしてるんだ。まこと、だってこの子ったら私のことおばさんじゃないよ、おばちゃん。なんですって、そんな向きに なってんだ。相手はまだ子供だぜ。そんなこと、そんなこと分かってるわよ。おい、私だってあなたに会いたかったのに、仕事が頑張っちゃってやっと会えたら邪魔が入るし、グス。あら、そりゃそうか。何も泣かなくてもいいだろ。これ涙を拭いてさ。グス、ありがとう。ティーナを寝かしつけたらさ、後で君の部屋にお邪魔するよ。だからね。ええ、へえ、赤くなってんの。かわいいじゃないか。ある、いてて、そんな袖引っ張るなよ。感づいてるのかな。末恐ろしいぜ、まったく。まあ女の子なんてそういうもんだからな。若くても、若つガキでもなんか感づくやついるからな。怖い怖い。うん、じゃあ待ってる、早くね。あ、ティーナを寝かしつけたらすぐ行くよ。ある、何キスしてるのよ。もう一緒に早くお風呂入ろう。ダメよ。まこと、ほらね、ね、ちゅ、もう子供の前ダメよ。それじゃ早くね。ねえ、ある、早く遊ぼう。あ、かわいいじゃんこれ。うわ、めっちゃかわいいね。ふ、なんとか場を収集したぞ。よー、とりあえず、見とく。ティーナ見とく。俺の T シャツをラフに着ている。腰に巻いてあるのはタオルか何かか。えへ、勝手に着ちゃった。気にする必要はないぜ。なんだったら俺のパンツも貸そうか。ふう、あるの匂いがする。シャツのことなんだか危険な会話だ。ダメだそういうこと言うの。女の子がダブダブの服を着るのって妙にやってしまうんだよ。わかる、めっちゃわかる。うふ、似合う。おー、いいですね。まあとりあえず話していこう。じゃあ寝ようか。うん、一緒に寝よう。俺はちょっと用事があって。じゃあ寝ない。ち、まずったな。ティーナ寝ないもん。じゃあティーナ、ゲームをしよう。うん。ゲームでティーナが負けたら寝ること。その代わり勝ったら一緒に遊んであげるよ。本当？あ、本当だ。いずれにせよティーナは寝ることになる。俺ってなかなか頭がいいね。どーれ。じゃあゲームを始めよう。うん。A コースと B コースがあるけど、どっちがいい？A コース。よーし。A コース。よーし、じゃあ、A コースのルールを説明しよう。うん。A コースは速攻でお休みコースだ。へっへっへ。そんなずるいよ。ダメ、こっちが選んだティーナが悪い。ブー。かわいいな、やっぱり。いや、でもこれ、めっちゃかわいいっすね。変な意味でじゃないよ。純粋に絵がかわいいってことですよ、これはね。うん。どうする？このまま一回？それとももう一度コースを選択するか？お、コースを選択し直してみよう。コースを選択し直す。やれやれ、しょうがないな。じゃあもう一回だけだ。付き合ってやるか。 A コースと B コースどっちを選ぶ？ B コース。ティーナ、 B コースにする。よし、じゃあ B コースのルールを説明しよう。うん、ルールは簡単。ゲーム中になんでと言わないこと。いいかい？なんで？あ、うん、違うの。最初からそれ大丈夫か。じゃあ行くぞ。数当てゲームだ。俺がティーナが算出した数字を当てる。どういうこと？ふふ、まず一つ数字を考えてくれ。これからは1から無限大まで正の整数であれば何でもいい。いや、こんなことガキに言ってわかんねえだろう。あ、だからか。なんでって言うだろうな。うん。何でもいいの入った。あ、何でもいい。じゃあ、一丁とかでもいいの？あ、別に構わないぜ。ただし、暴れ数字が大きいと計算が大変になるからな。よし、考えたでしょ。うん、考えた。よし、ちゃんと計算するんだぞ。うん。じゃあ次にその数にティーナの年齢をかけて。掛け算。ティーナの年齢はわからないし、適当でいいや。
かけたかい？うん、かけた。うん、かけた。じゃあ次にだ、まず計算した数字に今度はティーナのポケットマネーを出す。おっと、これでお金持ってたら大変じゃねえの？ゼロだったらゼロだろうけどさ。あ、足すか、かけるじゃねえから。今いいか。でもこの子頭良さそうだもんな。ポケットマネー、今の所持金だよ。なかったら今欲しいお金の額でいいが、ゼロはなしだぞ。ティーナ、今お金持ってないし、いくらお金が欲しいのかしら。足したかい？足した。よし、じゃあ次にその数字を4倍する。4をかけるってことね。そうだ、できたかい？よし、かけた。かけたよ。よしよし、じゃあ今度は引き算だ。今の数字からポケットマネーの額の2倍の数字を引く。つまりお金2をかけて今の数字から引くのね。そうだ、できたかい？引いたよ。引いたよ。よし、今度は割り算だ。今の数字は2で割る。2で割るのね。そうだ、できたかい？2で割ったよ。2で割ったよ。よしよし、じゃあ次だ。そこはポケットマネーの額を引いてくれ。今度は数字から引くのね。そうだ、引いたかい？なんかこれやってると目覚めそうな気すっけどな。よし、これでいいや。引いたよ。よし、もうすぐ終わりだからね。じゃあそれをだ、最初に考えた数字で割る。最初に考えた数字？おい、忘れちゃいないだろうな。覚えてる。その数字で割るのね。そうだ、今の数字割る最初に考えた数字だぞ。よし、これで割ったよ。よし、じゃあ今度はその数字をティーナの年齢でもう一度割る。なんかこれ、あれ、経験人数割り出す時のあれみたいだな。よし、これでいいや。年齢で割ったよ。よし、最後だ。最後にその数字から1を引く。1を引くのね。引いた。じゃあ俺が今の数字を当ててやろう。そんなことできるの？ふふん、俺の神通力をもってすれば。ドキドキ。わかった。何？1だ。あ、当たってる。なんで？あ、言いましたね。ふっふっふ。あ、言ったね、今。なんでって言ったね。ずるいよ、そんなの。ダメ。ずるい。約束は約束だからな。じゃあ寝てもらおうか。ずるいよ。あれ？良い子の王女様は約束を破るのかな？ブー。まあ、とりあえず寝なさい。ね。ティーナはつまんない。良い子は約束を守るもんだ。俺は約束を守る女の子は好きだな。本当？本当さ。じゃあティーナ寝る。よし、そこなくっちゃね。ほら、このベッドに入って。南国とはいえ夜は昼かもしれないからな。つうかさ、昔ってガキの頃って年齢が低い、若い時ってあんまり寝るの良くないけど、年取るとやたら眠くなるような寝たいよね。研究所に ID カード取り行ったんだよ。そしたらクリスが、あいつとんでもねえことやってたよ。デザイア背徳の螺旋。ちゃんとシーツを体にかけてパンパンと。あ、かわいい。めっちゃかわいいな。クスクスっと。どうだい、こうしてシーツの上から軽く叩かれると気持ちいいだろう。とっても。昔さ、俺の飼ってたワンちゃんもな、実家で飼ってたワンちゃんマルチーズだけど、よく布団の中潜り込んできてこうポン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 叩いてましたけど、なんかな、いや、そのまま寝ちゃうんだよな。で、俺が寝てる時なんかもこう結構その家の中で話し飼いしてたから、マルチーズね。まあ俺の部屋なんかにも入ってきて、冬場なんか布団の中潜ってくんだよな、あのワンコロかな。いやー、それでまあ結構ね、やっぱり犬だからさ、ほら、洗濯じゃねえや、洗濯って言っちゃダメだな、あのちゃんとこう洗ってあげたり俺するんだけど、あの実家にいた時ね、こう洗ってあげてさ、こうまあ洗ってすぐはまあそんなに匂いもきつくないんだけど、まあしばらくするとやっぱきつくなってくるわけだ、やっぱりワンコロだからな。そうすると布団の中入ってくるとこうあったけんだよ、冬場とかな。だけどもこれがまたこう犬の匂いが結構、あ、犬臭いなみたいなところあってさ、しかもほら犬っていうか生物じゃない、生き物だから、やっぱりおならとかするわけよね。うちのワンちゃん俺の布団でおならして出てくからね、あの犬も。いや、懐かしいね。いや、マルチーズでもね、なんか20年くらい生きましたからね。いや、すごい長寿でしたよ。
いやー、もう一回こうね、いい子いい子してあげたいところですね。うん。よしよし、聞き分けいいぞ。ねえ、ある？なんだい、王女様？ずっとティーナのそばにいてくれる？あ、王女様のご命令とあらば。うん、ありがとう、ティーナ。一人にいるのは嫌。ずっとそばにいるよ。うん、ティーナ、なんだか眠くなってきちゃった。そういう時は寝るに限り、そうするともっと大きくなって、俺がクラクラする女の子になれるかもね。これは絶対ね、でかくなったらもう、もうクラクラするメスになりますよ、これ。大きくなるってどこが？全体全体おっぱいじゃないよ。どこってそれはまあいろいろなところがさ。そうそう、ティーナのことを好きになるのね。いや、違うな。違うの？好きになるんじゃない。大好きになるのさ。お前、ほんと口うまいな、ある。あは、うん、ティーナたっぷり寝る。おう、寝ろ寝ろ。ブクブクすると横に広がるから気をつけろ、でも。あ、ほら、もう目をつぶって。うん。あ、おお、ちゃんと目つぶる。こういう演出いいよな、俺好きなんだよ。いや、これも16色のこの、くそいいじゃねえか、俺、かわいいな、おい。ねえ、ある？なんだい？ティーナが大きくなったらしてくれる？お、何をだよ。してくれるって、何をだよ。さっきの人にしたこと。ああ、これからすることじゃなくて、ああ、そういうことね。母キスのことね、何ドキドキしてるんだ、俺は。わかった、約束するよ。うん。よーし。ね、お願い。今度は何だい？手をつないでほしいの。目をつむると怖い。怖いってことはないさ。ずっとそばにいるよ。うん、でも。わかった。じゃあ、これでいいかい？キュッ。うん、あるのであったかい。ティーナの手はふにゃふにゃしてるな。柔らかくてマシュマロみたいだ。てん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 。ティーナ？ティーナ？てん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 。とりあえず、ほっというところか。てん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 。いやいやいや、寝たね。もう少し様子を見て、それから誠のところに行くかな。まあ、とりあえず、セーブだよ。まずはな。はい、ということでセーブをいたしました。あれだね、マルチサイトシステムって言っても、行き詰まるっていうのはなさそうだね。どうなんだろう。そう、なんか、両方ともストーリー一本ずつ見ていく感じかな。まあ、今、とりあえず、まあいいだろう。とりあえずやっていこう。あたりの様子、妙に静かだ。誠が出て行って、ティーナが眠った途端、静寂感が襲ってきた。これで部屋を出るか。もう少しティーナ。あー、じゃあもちろん見るか。かわいい。これある。なんだい？てん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 。なんだ、寝言か。もう一回見てやる。すぐに寝てしまった。全く強がっちゃってさ。へ、結構かわいいとこあるぜ。まあとりあえず移動しよう。あ、なんだよ。まだが。話す。ティーナ。ティーナ？てんてんてん。ちょんちょん。お、どこ触ってんだよ。ブニブニ。どこやってんだよ、これ。お、ベロンベロンベロン。というのは冗談だ。だろ？やっちゃダメだよ。どうやら早くも熟睡に入ったらしい。起きる気配はみじんもないな。よし、これでいける。よし、移動しよう。よし、じゃあそろそろ。ぬう。手を離してくれよ、ティーナ。てん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 。くの、あれ、意外に。ぎゅー。おい、ティーナ、起きてんじゃないのか？てん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 。気のせいか。困ったな。このままだと。しょうがない。最後の手段だ。こちょこちょこちょ。こちょこちょこちょっと。うん、もうちょっとかな。よし。こちょ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 。うん。いいね。さっ。ふう、なんとか抜け出したぞ。しかし、なんとも悩ましげな声を出すな、こいつ。コンコン。ドキ。誰だろう、この世の中に。誠か？コンコン。開いてます。どうぞ。ああ、クリス。お前何言って、あ、クリクリクリ。クリスマスだな。クリスマスだな、これはな。いやー、何を言わせんだ。間に余計な文字が2つ挟まってるわね。はは、いや、なんと言います。さっき受付に、いやいや、なんでもないです。ふふ。あ、こいつ絶対知ってるな、俺来たの。で、何の用ですか？俺は今から用事があって。忘れてしまったの。あなたがいつまで経っても来ないからわざわざカード持ってきたよ。お前、ふざけんじゃねえよ。こいつ。だって俺はさっき？は？いや、どうもわざわざすいません。ふふ、はい、これ。これが ID カードですか。どうも、これで警報に悩まされずに済みますね。おあいにく様、このカードを利用できるのは明日の写真撮影の時だけ。なんだっち、まだ警報に悩まされるのか。警報を鳴らしてはダメよ。そういえばさっき誰かが来ていたかしら。誰って誰です？私が本を使って連絡した時よ。ああ、あれね、あれはテレビの声ですよ。テレビなんてどこにあるのかしらね。いや、テレビ型のラジオのことです。自分で言ってて変だと思わない？少し思う。いいんだよ、いいんだよ。ね。何か？
誰と何をしていたなんて野暮なことは聞かないわ。おめえはマウンテンゴリラとやましいことしてただろ、この野郎。は、それはどうも。だって、あなたは私とこれからするんですもん。おっと。え？あらまあ、あらまあ、これ、ブス島マークですけど、今回クリス会ですか、これ。クリスさん、一体何の？わからないの。男と女がいて、お互いのスキンシップを高めようとしている。これ以上言わせないで。いや、悪くねえな。いいな。困る。俺には恋人がいるというんでしょ。うふ、燃えるわ。でもクリスさん、わかる。それすっごいわかるわ、俺。ごく、ふふ、この体をあなたのものにしてみたいとは思わない。すげえな、このメガネビッチ。クリスの体を。俺の思考力は低下する一方だ。良かれと思って始めた禁欲生活にこういう形で逆襲されるとはな。これは楽しいことになってきたぜ、これ。もう俺はいきなりそういう、俺でも誠がいるから、彼女いるんだよ、恋人いるから、そんなことできません。あ、指勝手に。さあ、ある。ふぅ、このメスなんてもんでド変態だな。素晴らしいっていうか、誠のところ行かなくていいのかな。しかもキーワードは中でございます、このね、妖艶ですね。いいですね、俺は好きですね。ブス島マーク入ってますけど、いや全部で CG も3枚くらいでしたけど、いやアヘ顔でしたよ、完全に。まあ詳しくはね、あの完全版をねやってもらえればいいんではないでしょうかというところですね。いや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 、素晴らしいね。いや絵も綺麗だしね。ああ、こういう細身のタバコですね、これね、ロングのね。うん、ある見かけによらず、よかったわ。ワイルドで激しくて、でも優しくて。見かけによらずってよ、妖怪だよ。だって本当なんだもの。クリスだってお上品な顔してアヒーアヒーって、そりゃもうすごかったもんな。うん、本当すごかった。あら、あれだってクリス行くよ、だもの。録音しておけばよかったわって。やめてくれ。やめてくれ、そういうことは。あはは、こういうのはね、秘め事にするから面白いんです。うふふ、てん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 。しかもあのなんだよ、隣でティーナが寝てるんだろう、これどっかで。いや、とんでもねえな。とりあえず、まあ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 、とりあえず、まあとりあえず早く誠のところ行かねえとな。あ、指勝手に。何？もしかして2回戦かしら？なんだか期待の眼差しが痛いような。うふ、私は構わなくてよ。ちょっと体力を消耗したからな。ちょっとインターバルを置かなくては。あら、意外にだらしないのね。バカ野郎、いけるわ。鬼畜もんはな。今抱いたばかりだし、休み時間欲しいところだ。もう話すか、しょうがね。でも本当に久々だったからな。脳みそが溶けちまいそうだった。あら、恋人の泉さんとも？デザイアに何ヶ月もいたんだ。会えるわけがないだろ。それもそうね。でも彼女とこんなワイルドなをしていたなんて、焼けるわ。誠の話はやめようぜ。どんどん罪悪感に悩まされていく気がするよ。見かけによらず気真面目なのね。まあでもね、まあ正直ね、あんまりいいことじゃないけど、こういう状態って嫌いじゃないよ。見かけによらずってのはやめてほしいな。ふふ、ごめんなさい。たく、それに俺は生真面目なんかじゃないぜ。禁欲が続けば女を抱きたくなる時だってあるさ。それを泉さんに対して言ってみる？で言えねえよ。うふう、冗談よ、そんな顔しないで。そういえばクリスさ、絶頂の時にバカって言うの？何よそれは。いや、クリスが言った時バカーって聞こえたから。うふ、あの時はもう何が何だかわからないから、口走ってる言葉もわからないわ。ふん、でもこんな研究室にいてみんなどうしてるんだろう。どうしてるって？そのあれをさ、さあ。でもクリスは友達がいるんだろ？ふふ、カエルのことね。彼は単にセックスフレンドよ。セックスフレンドね。外見とはえらい違いだな、クリスってさ。あら、人を外見で判断するのは良くなくてよ。まあ、いますよ、そういうの、やっぱりね。うん。やっぱりそういうのは作っちゃいますわ、そういうのはね。うん。んなことはわかってるさ。ふふ、安心して煽るのが断然良かったわ。褒められてるのかね、タグ。もちろんよ。そういえばあの子、なんだい？全然目が覚めないわね。あ、ティーナがあんなをこんなもん見せたらトラウマになっちまうよ。可愛い顔してね、こんな、って、お前ら何やってんだよ、本当にバカ野郎って言いたくなるな。うふ、最初はいつ起きるかなってドキドキしちゃってたけど、全然起きる気配がなかったかな。
浜辺でアリが見つけたんですって。ああどういうわけかわからないが記憶喪失らしいんだ。まあよっぽど疲れていたんだろうな。すやすん眠っちゃってさ。ふっ、でも可愛らしいなこいつ。そうね、純真無垢の生きた見本みたい。お前とは違うなクリスよ。こういう安らかな寝顔を見るとついついマジックか何かでいたずら書きをしたくなるのが人情ってもんだ。やるなよ。まあでも誠にそれをしたら次の日大目玉さ。ふふ、でしょうね。でも気づいてよかったじゃない。いやいや、あの時はホテルから仕事場へ直行でさ、あいつ仕事先で気づいたんだと。うふ、クスクス、そりゃ怒るわよ。ま、ていなにはやめておいてあげよう。すやすや眠っているわね。知ってるかいクリス、子供の習性ってやつ。何かしら、ほらこのちっちゃな手、いいかい、この手のひらの真ん中の人差し指に乗っけて軽く押してみると、ほうほう、キュッな、指をきっと握るんだ。かわいいだろ。ふふふ。おー、何そんな話してない。なんだよ、何か言いたげだな。ごめんなさい、でもあるが子供好きだとは思わなかったわ。そうかい。え、どちらかというと殺伐とした生き方をする人だと思ってたけど、ま、見かけによらずって言うんだろう。そうね、でもちょっぴりいいんじゃないかしら。え、まあ、ブス島は子供苦手だからな、はっきり言ってな。え、ん、ちゅ、なんだよやぶから棒に。うふふ、さてと、もう行くのか、着替えの早いな。え、今あなたの恋人さんに来られてもしたら大変だし、あるは何か用事があったんじゃなくて。え、ほら私が来た時用事がどうとか。そうだ、大変だ、もう2時間も過ぎてる。あらあら、さしずめ恋人さんとかしら。ノーコメント。また欲求不満がたまったら呼んでちょうだい、スッキリさせてあげるわ、よろしくお願いします。一番いいっす、それいいっす。あー、まその辺はまた今度。うふ、じゃあまたね、ある。あー、またね、てん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 、しょうがない、さて誠の部屋に行ってみるかな。はい、ということで、なんか久しぶりに区切りよく行けそう。いやー、しかしまだ2回もあると思わなかったな。まあまあ、そういう時もあるというところで、今回はこんな感じでね、終わりにしたいかと思います。いやクリスさんすげえなー。いやー、でこの後誠さんか。まあまあまあ、いいでしょいいでしょ。というわけで今回はこんな感じで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。